森山ナビの里アーカスプロジェクトは、茨城県が策定した構想をもとに、茨城県森谷市を拠点に行われているアーティスト・イン・レジデンス活動。主催は、茨城県と森谷市、運営は、アーカスプロジェクト実行委員会。世界各国のアーティストを招き滞在中の創作活動を支援するレジデンスプログラムのほか、日々のホスピタルをはじめとするワークショップ等の 地域プログラムも行われている。アーカスプロジェクトが構想されたきっかけは、1991年の東京芸術大学取りでキャンパス新設である。キャンパスのオープンを前に、当時の茨城県知事、竹内藤夫と東京芸術大学学長、平山育夫が芸術文化を特色とする新しい地域づくりについて対談した際に出てきた。 国際芸術文化交流拠点という言葉が構想の核となった。その後1992年度に茨城県が専門家による委員会を設置して事業化構想を検討する中で芸術の創造活動を支援するというコンセプトが固まり具体的な事業としては当時日本では例の少ないアーティスト・イン・レジデンスが最有力となった。事業化するにあたってのハードルの一つはどこで アーティスト・イン・レジデンスをやるかという場所の問題だった。きっかけとなった取手キャンパスとの近接性だけでなく、アーティストが自由に創作に使える建物と、アーティストの住居が必要であり、取手市、森谷町、稲町等で敵地探しが行われた。最終的に、森谷町に決まった一番のポイントは、1995年に、森谷市役師第4丁目に、新、 大井沢小学校が開校することに伴い旧大井沢小学校が廃校になることが決まっていたことだった。空いていた同校の行動がアーティストのスタジオとしてすぐに使えること、その後は空き教室が使えることは人口が増加していた鳥りで森谷地区においては映画大条件だった。また森谷町は住宅都市整備公団によるニュータウン整備が進むのと並行して、 民間アパート建設も多く、アーティストの住居確保も比較的容易だった。2000年につくば、エクスプレスの開業が予定され、秋葉原に30分台で出られるようになることも魅力だった。なお、廃校となった旧大井沢小学校は、改修を経て、森屋市立の障害学習施設、森屋学びの里となり、 その中のいくつかの休教室をスタジオとしてアーティストの創作活動支援が行われている。アーカスプロジェクトのアーティストインレジデンスプログラムは日本のアーティストインレジデンス事業の草分け的存在として知られ、アーカスプロジェクトの中心となる活動である。公募、選考委員会による選考を経て選ばれた新進気鋭の若手アーティストを世界各国から招き、100日、 前後の滞在中の創作活動をスタッフやボランティアが支援している。ここで展開されているのは、いわゆる現代アートであり、あえて分類すれば映像やインスタレーションと名付けられるものが比較的多いが、アーティストはジャンル分けに基本的にはこだわっていない。工房には世界中から700人前後の応募がある。選考においては、これまでの活動実績のほか、日本、茨城、 モリアで何をリサーチし、表現したいかが重視される。選ばれたアーティストは、地域を歩き、人々と語り合い、時には地元の人に制作を手伝ってもらうなどの交流を、へながらリサーチ活動を通じ、日本や地域の歴史、文化に触れ、次の創作に向けた新しい発想を得ている。アーカスに滞在したアーティストには、山手厚也、島袋道広、シャロンドックハート、 テレジータ、フェルナンデス、ティファニーチュンなど、現在国内外で活躍しているものが数多くいる。多くの人々に創造的な体験機会を提供するため、滞在アーティストによるワークショップやレクチャー、市民による自主企画、市内小中学校へ向けたアートエデュケーション構想プログラムや日本人、若手アーティストのワークショップ実施など様々なプログラムを 年度ごとに開催している。また、研修プログラムとして位置づけられ1999年により開始したアーティスト日比野勝彦によるワークショップシリーズ日比野ホスピタルは現在も継続して行われている。過去昌平アーティスト一覧リンク1994年度のプレ事業以来2020年現在までに昌平したアーティストは106組に上る。 半数を超えるアーティストが滞在後に再来日、または日本国内での展覧会参加を果たしている。アーカスプロジェクト滞在中にアーティストによって制作された、あるいは滞在中に構想されその後制作された作品には次のようなものがある。様々な団体が女性、講演、協賛、協力を行っているが、ここでは知名度の高い主なものを列挙する。 年度ごとのリンクカルファン。茨城県森谷市に芸術分野の資料書物が揃う図書サロンをオープン。ありがとうございます。